はい、えー、こんにちは、即課塾の久保でございます。今朝はですね、相場解説、もう大サービスで、講義付きで、初級の方、中級の方、上級の方、どなたでも使える相場解説をお送りしました。で、その結果回収をこれからしますんでね、ご覧いただければと思います。まずは、押し目に入り出すポイントがここにありました。で、こっからね、あの、もう朝説明しましたんで、もう割愛しますけども、ぐるぐるぐると下がったわけでしょ で、上級者はもうこっから入ってますよってことも朝申し上げましたし、中級者の方はすでに、この辺でしたっけねもう入ってるよと。中級者の方はぼちぼち入ってるよと。で、残りの中級者の方もこれから入るよってことを申し上げました。じゃあ、初心者の方はどっから入ればいいんですかって言ったらこのポイントでしょ初心者の方。で、初心者の方は、ここをブレークしたのを確認して入ればいいわけですから、理覚ができますよね。ということで、初心者の方が理覚したポイントで、上引を出して、 下落に向かってます。もうずっと言ってることは同じです。ついでに言いますと、上級者の方とか中級者の方も、おそらく同じポイントで決済したでしょう。はい。で、初心者の方の中で、多分ね、あの、利確が遅れて、ロスカットに合ってる人もいるはずです。いかがでしょうか <laughs> 俺のことだよって言わないでくださいよ。まあ、ロスカットに合う方は、私の相場解説を見てると多分少ないはずですよ。というのが、 この辺りで、ロスカットライン引いてると思うんですよ。どうでしょでも、手数料がありますんで、エントリーした瞬間マイナスになります。で、今、まあ、ロスカットは受けてないけども、ちょっとマイナス含みかなっていうところなんじゃないですか正直なところ。はい。いずれにしましても、上級者の方、おめでとうございます。入ったところは、ここです。切り板で言うと、120の685あたりで入ってるでしょ そういうことで今の価格121円の521なんでまあ1円幅は取ってないですけどもねでも80ピップス以上は取れてるんじゃないですかだから上級者なんですよ中級者の方は4 5 0ピップス取れてるでしょねはい初心者の方はちょっと利益か含み損ですよねプロスペクト理論が働いてますからもしかしたらもう理確の後でああよかった理確が済んで ほら、もう売りに向かってるじゃんっていうふうに思ってるかもしれません。でも、大前提として、上昇トレンド中ですからね、ポジション決済してないのも正解です。私の場合は、1日のうち18時ぐらいには全てのポジション決済するように決めてますんで。ね。ですんで、もう手じまいですけどね。ただ、日をまたいでもしね、ポジションを残すようでしたら、まあ、それなりの深みを持ったリスクリアードを設定して、 まあ125円を目指せとは言いませんけどもね。まあ122円とか、あのあたりまで行くんじゃないかなというほのかな思いを込めながら寝ればいいんじゃないですか。でも気になって眠れないでしょ。なぜなら、私と同じトレードしてる人は、ぐっすり眠るために、利益確定をして、ここで全てのポジションを外すからですよ。さあ今日も <laughs>、7、8万買ったんじゃないですか。いいでしょう、日当で7、8万取れれば。 で、たまに3、40万。お金に困ることもないでしょ。いや、今日もね、相場解説が真っ向ストライクして、しかも朝は一般公開できましたからね。その結果どうなってるんだって方がね、待ってるかもしれません。え、それでは現在、17時50分になったところです。ま、あ表示上はね、3月24日の18時ってなってますけども、うん、まあ、この相場解説見れる頃は本当に18時になってるんじゃないですか。まあ、10分の誤差は多めに見てください。 それでは本日は以上です。ありがとうございました。